こんにちは、あずまです。今日は最近買ったリップの紹介をしようと思います。で、今私目に物もらいがなんかできそうな雰囲気というか、なんか嫌な予感がして、今日はアイメイクはしてなく、最近買ったこのメガネさん、これね、松田っていうメガネさんなんですけど、またメガネはメガネでチャンネル撮ろうかな、動画撮ろうかなと思うので、その時に紹介しますね。ちょっと今日はアイメイクはしないようにしたいなと思ったんで、メガネ、あとまあ眉毛ちょっと濃いめにして、でチーク薄く塗ってる感じです。で、今ちょっと1分塗っちゃってるんですけど、一回撮ろうかなと思います。で、こういった時にやっぱリップ必要ですよね。でもマスクしてるんで意味ないじゃんって思うんですけど、でもなんて言うんだろう、テンションやっぱ上がりません？リップの方が。そうで、なんだかんだ接客の時とかは絶対リップ塗ってないんですよね。もうマスクの中結構汗だくになるし、だけどなんかマスク取って、なんか何もついてない状態の自分でこんな感じで、お疲れ様みたいな感じで、なんか疲れて見えるんで、あんま好きじゃないですね。なんでやっぱ休みの日につけたり、人に会って、なんだろう、まあね、こう距離を取ってちょっとだけお茶みたいな時、そういう瞬間が最近ちょっとずつ出てきてると思うんですよね。ご飯食事とかはね、あんまできないと思うんですけど、ちょっとスタバ飲む時にちょっとリップちゃんとついてるとか、なんかそれぐらいはしたいな。まあ、あとも自分の気分ですね。あといろんなメーカーさんも秋用出てるんで今見てるんですけど、私結構本当気に入ったものしか使わないんで、長く気に入ったものを長く使うっていう感じなんで、ぜひ参考にしてください。で、私が今回まあ秋用に買ったもの、ちょっとすごいいいなと思ったのが、もうセルヴォークのこれ1番こんな感じの色、これがですね、なんかマットリップなんですけど、そんな超マットではないですね。で、これ単品で塗ると、これね、やや普通のリップクリームぐらいでもいいかも。今大好きな私の MAC のベースリップクリームがなくなっちゃってるんで、キールズのリップですね、これちょっとだけ塗ります。で、これだけで塗るとね、結構塗ったみたいな感じになっちゃうんですけど、これはこれ単品でも多分おしゃれにつけてくれる人はいると思うんですけど、私はね、多分ね、おしゃれに塗りこなせない濃いのが好きなんで物足りなさを感じる。だけど、いろんなものの上につけるのがすごく万能だってことが分かった。なんでそれは後で紹介します。あとは白のこれ、かわいいですよね。これはね、 YouTube でね、インスタでもあげたんで、これね、リップの9102番と19108番、そう、ちょっとテラ、なんて言うんだろう、オレンジとなんかブラウンオレンジみたいな感じで、これがね、なんかいつも売り切れちゃうんですよ。前、以前まあって思ってたんですけど、今やっぱ残ってるんですよね。残ってっていうか、今まだ売ってるんですよ。ちゃんと在庫あるんですよ、白の店舗。やっぱね、実際に見てみたいし、まあ、つけることはできないんですけど、間違いないじゃないですか、この色。特にオータムさん、あとくすみカラー好きな人は、もうね、間違いない、とても間違いなくて超可愛かったです。これと、もうこのね、セルヴォークさん、この3つあったらもうよかーって感じな気がするんです。このちょっと薄オレンジ系のやつを塗ります。
ういう感じ。あ、ずっとこっち見てた。久しぶりで撮るのカメラこっち。どうですか？こんな感じです。もういいですよね。でこれにね、さっきのもうこれ単品でもいいと思います。で夏とかはまあね、鮮やかさがいいと思う。びっくり、ちょっとセルボークに白のせたらめっちゃぴったり、同じ形かも。セルボークと白の、まあ、どうでもいい話ですね。あれ何、さっきのセルボークさん、これ重ねてみましょう。これこういきます。あー、この画面で分かんないかも。あれかちょっと黄色くなったの分かるかな。いやいや、反射が分かりますこれね、鏡で見るとね、めっちゃわかるんだけどな。だから秋っぽくしたかったらこの子ちゃんを重ねるっていうのがいいのかなって思いました。っていう裏技なんです。すみませんね。あー、何回も撮ってたらちょっと唇痛くなってきた。ちょっと優しくやろう。で、次これね、濃い方。濃い方は赤い、赤オレンジブラウンみたいな感じ。かわいい、かわいいですね。これにまたね、これでもつける前に一回オフした方がいいのかな。軽くオフして、で持ってこのセルワークさんをつける。ちょっとわかる、わかるかな。ちょっとくすんだの分かります？うん、あ、分かるね。そう、なんか反射がマットなんだけど、なんかツヤを出しながら黄色い反射をしてくれるんです。ゴールドの反射っていうのかな。なんかくすみ系のメイクに合うなって、だから持ってるリップと合わせられるかなって。もう唇が限界な気がするんで、これだけこれにしとこう。こんな感じです。なんで私がおすすめした今日のリップ、これ3つ出すとめっちゃ可愛くないですか。私が今日つけてるのがこれで、これを上にかぶせてます。でもね、これにをつけ、これをつけてこれでもいいし、これをつけてこれでもいいし、なんか絶妙な色の違いがあるんですよ。重ね合わせても、なんかどれを重ね合わせてもどの順番でも可愛いです。なんでよかったら、白はね前から売ってるんであれですけど、これは新しいやつ、もしかしたらね売り切れやすいかもしれないから早めに買わなきゃいけないかもですね。なんでこれを紹介しました。でこういったちょっと目元メイクできない時は、私はメガネを最近して眉毛をちょっと太くしてとかしてますね。でマスクしてるんですけど、まあ、ちょっと撮った時に、あ、リップ可愛いですねってやっぱなるとテンション上がると思うので、なんかリップも皆さん今忘れがちですが、テンション上げるためには必要かなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。お客さんでも、私新規の方とか特に顔の輪郭しっかり見たいから、一回マスクをね、まあ喋らない状態で撮ってもらって見るんですけど、こうリップしてる方も最近いるんですよ。すごいでもすごいみんな可愛い色してて、あ、なんか素敵だなと思って、私も見習おうって。仕事中はちょっとほんとベッタベタで全然できないですけど、なんかやっぱリップってこう見てる人もハッてさせるし、いいなって思いました。なんでリップの良さをね、皆さんもう一回思い出して、ちょっとメイク道具買うと女子たちは皆さんね、テンション上がると思うので開けましょう。はい、こんな感じですごいさささとやってしまいました。最近全然ちょっと6月から一気にわざわざしてしまって撮れなかったんですけど、またこういう感じでパンパンパンと細かくやっていこうかなという作戦にします。すごく暑いので皆さん熱中症気をつけて、コロナにも気をつけて、皆さん頑張りましょう。
また次回も見てください。じゃあねー、バイバーイ。